ホニアの心拍2つあります。これは私が今培養している心拍です。うん、どういうことをやったかって、これ1ヶ月2ヶ月ぐらい前かな、はい、全部ねこれ葉っぱを芽を一つにしたんです。こういうのが、うん、こういうとこに葉がないでしょ、こう元分かれ芽とか完全に1個ずつ独立させてきてた、はいはい、これやると栄養分がここに先端に集中してますから、うんうん、ちょっとこの玉が1個ずつこうできていく、はい、それができてきてもっと成長してくるとこういうふうに玉になってきます。こういうふうに、うんうん、この辺もこうできてるでしょ、こう固まり、こういうふうに作っていこうかなと思います。心拍ですと厳しさを見せなくちゃいけないっていうことで、はい、肩を見せるんですよね、こういうとこね、うんうん、肩って言います、これカクッてこう折れ曲がったような、うん、こういうところを見せるように作っていくんですけど、今はねちょっとそういった厳しい仕事をやる時期じゃないんですよ、うん、ですからねこの木も厳しい仕事ってやるっていうのは冬、はい、10月以降だと思うんですけどね、うん、その準備段階としてこの芽を一個ずつ独立させて作っていこうかと思います。すると10月ぐらいまでにはこういうふうに一個ずつ独立した芽ができてて枝の棚ができてくる、うん、でそれ終わったら今度は冬にこの木を高速としてねこっち正面にして、うん、でこれがなくなると仮定します、はい、で全体的にこう流していく、これがなくなる、そして裏枝がこうやるって、これかこれでね、なるほど、これは今回心拍の取り木っていうのは今までやったことないんで、うん、ここでこれだけ取り木してみようかなと思います。で冬な10月ぐらいに根が出たらこれ外す、うん、で10月以降に針金をかけてもっと厳しい仕事をする。あ、なるほど。で今できるっていうことはこのハスカシ、メツミ、それからこうシャリ付け、今ね今の時期ですとねシャリ付けてもいいんですけど、ちょっと向くとずるって他まで行っちゃうんで、うん、私はやっぱり冬の間につけてます、シャリは。あ、そうですか。こういうシャリですね、これ一般的にはでもこの時期やるって言いますよね、うん、やってもいいんですけどね、他のちゃんとした水水の方まで入っちゃう可能性あるんで、うん、こうねじってんと同じような形になっちゃうんでね。なるほどね。だからシャリあんまりつけない方がいい、今や、わかりました、やんない方がいいかと思います、はい、やっても大丈夫ですよ、うん、取れやすいですもんね、今の時期、うん、シャリは作りやすいけど、うん、皮は剥きやすいです、スーって、うん、その代わりずらーって全部剥けちゃうような形になっちゃうんで、ね、残したいところまで剥けちゃう可能性あります。なるほど。一応ね構想としてはこう取り木かけます、はい、葉っぱの間ハスカシで、あとこう飛び出してる芽を土を包んでいく、はい、で一個ずつこの芽を独立させていきますから。わかりました。まず先端からいきますね、はい、掃除っていうのはね、上の方から行く。枝の分かれ目に近いところに葉っぱあるでしょ、うんうん、こういうの、これとかこれ、はいはい、こう少し抜いてきますかね。ちなみに剪定は僕は結構やったんですけど。やったの、うん、結構切りました。ちょっとね、綺麗にね、抜けてないんで、ほら、あ、こう近いところあるでしょ、ほら、なるほど、分かれ目に近いところ、もうちょっとね、今こう色が変わってるの分かります？ここは黄色くなって、ここは木質化して茶色くなって、うん、茶色くなったところの葉っぱはいらないですから、ここにこの辺まで、そうするとこれ抜くとこういう一個の、うん、葉になります、うんうん、でここでやっちゃいけないのは全体的にこう持ってベッて抜いちゃう、うんうん、これね心拍の葉のここ一つずつにこう成長点ありますからね、うん、こうやって持ってビッてやっちゃうと他の成長点まで取ってしまうんですよ。なるほど。だからこうありますね、これが飛び出してる、うん、こう一番長いですね。でこういうとこ全部成長点ですから、この飛び出してるやつが1個取る、こういう、そうするともうこれできちゃったじゃないですか、ここ。なるほど。でこれの集合したものがこういう枝の棚になりますから、うん、はい、この一つの根が集合した。だからこれをそういうふうに取ってきますから、上の方から。ここはほらちょっと青い方まで入ってるけど、ここまで抜いちゃっていいです、うん、ここまで先端の塊以外を取っていく。そう、先端のこれもちょっと長いんで、うん、取ってきます。でこう爪で取らないで抜く形ですからね、はい、これは心拍は葉はこう鱗状に生えてるんで、うん、これをこう擦って抜く形、はい、ハサミかなんかで切っちゃうと、こう切ったところが茶色くなりますんで、うん、こう飛び出してるところを抜く形です。これ一個ずつやっていきますからね。
大変ですね。ちょっと時間がかかりますけど、うん、ほらここもう幹に近いところに葉が出てるでしょ、うんうん、でここが茶色いところ、こっちが先端 の、 まだ成長しているところですよね、はいはい、この茶色いところ の、 この分かれ目の葉っぱってのはいらないですから、うん、ここに養分が入ってしまって先端に養分がいかない状態になるんで、うん、この元のちょっと不要かなと思う葉っぱは抜いてきます。ここで枝が2つ分かれているところがあります、はい、こういうところは、ね、この枝使ってもいいですよ。これね、うん、この枝使ってもいいです、はい、一応これが分かれ目にある古い葉っぱを取った状態ですから、はい、完全にこの枝の順番ってここ見えるようになったでしょう、うん、であと先端をちょっと摘んでいきます。こういうところ飛び出してるとこだけ抜く、そう飛び出してるとこだけ抜いてください。こうやって全体持ってくっていくと他まで取っちゃうんで、はい、ここもただこう飛び出してるとこだけ摘んでいった方がいいです、うん、完全にこう一個ずつ独立した形になったでしょこれ、はいはい、針金かければもうこれ目起こすればこういう形で全体の棚が作れるわけです。これ枝の順番も右左ってこうちゃんと出てるんで、うん、このままでいいでしょもう、はい、これはここででこれを培養してこの一つずつの芽をもっとしっかりさせていけばいい、うんうん、この作業をすると葉っぱが元気になる。そう、うん、もうこう集中しますからよく。なるほど、どうなることって、これをやってみたら、こうなきちんとね、うん、ちゃんとできるんでね。きれいに棚がね、うん。そう。できるかな。これがね、ちょっとこういう枝なんでしょう。ここが間延びしてるんで、この上残しておきます。これ。はい、で、こういう形作っていきますからね。本来は、この木質化のこの辺取っちゃうんですけど、ここに、これ枝になる可能性もあるんで、これ残しておきますから。はい、ここは、枝が同じところから2つ出てるんで、はい、片方取りますから、これとこれね、ほら同じ位置で出てる、うん、こっち取っちゃう、はい、でこう近くにある葉っぱはいらないです。これ1個残しておきましょう。これ取ります。これ来て、これ来て、こう来て、でこれ上出てる、これ取っちゃいます。枝の分かれ目の近く、葉っぱ取ります。こんな細かく一本一本やっていくんですね。一個ずつこう目を見て、こう心拍というのはこの一つの目の集まりで枝の棚ができてますからね、はい、こういうふうにこの目を一個ずつきちっと作っていけば、うん、自然にも棚ができちゃうんですよ。なるほど。あとこういう内側に出てる目、これがナイス、この木はどうですか。ここが結構癖ついてるから買ったんですけど、足元に曲がついてからいいでしょうかね、うん、息になると思うんですよ、うん、葉っぱも悪くないですよね。端もいいし、これあんまり杉っぱにならないと思うよ、この端も。え？これね、こっち逆にこう流してもいいかなっていう。あー、そうすればこれ活かせますね。これ取んないで、こう確かに。それはありかなっていう感じがするね。僕も左流れでばっかり考えてたけど。ばっかり？うん、で考えてたけど。こっちするか。逆にこう戻した方がいいかな、これね。ちょっと迷いが出てきましたね。迷いが出てきました。これでこれ。それでも悪くないですよね。これね。うん。そうするとこの長さっていうのは生きてくんじゃないかな、これ。これ実は左のこの枝をなくすんですよね。うん、これいらなくなるよね。もうこれでこっちの流れ殺しちゃうから、うん、これいらなくなる。これ、うん、これもっと下げたいですね。そしたらそうここに枝があるから、これを機械でこの辺なんか持ってくれば空間が埋まると思う、うんうん、これですね、うん、ここにしよっか。そうしますか。もう反対だね、流れ反対。こっちしよう。取り木は取り木はなし。取り木これ、あ、こっちやる。あとこれやってもいいよ。あ、これをこれをね、今考えてるのは、うん、取り木考えてるのはね、これ長いんだよ、これ全体が長いでしょ、これ、まあ、確かにそうですね。長くて、いっぱい葉が混んで、枝が混んでるから、あ、確かにこれのがこう頭にするんだ。サイズ感はここでできちゃう。ここ、あ、そうするとこれ短くなるさ。なるほど。じゃあここで取り木。うん、そう。へえ。取り木ってこういうシャリあっても大丈夫なんですか。え、シャリがあっても大丈夫なんですか。大丈夫。どう作るんだろう、ここからちょっとさっきと流れ反対になりますけど、これがいらなくなる、はい、
でこっちは全体で流す。でここを取り木かけちゃう。はい。青いテープ、この間を皮を剥いでいきますから。他の取り木と大体一緒ですか、やっぱ。うん、取り木はみんな同じですよ、やり方。うん、この、あの皮を剥くのが一番早いですよ。うん、猫出させんな。小さいのできるのかな。いいですよね、このサイズできたら。うん、こういうね。うん、かわいい。かわいいのができる。発酵剤になりますかね。はい、これはなんか見たことない種類。ルチエース、ルートっていろんな種類あるんだね。ルートンじゃないですね。これはルートンじゃないですか。ルチエースってこれどこだ、メーカーが違うだけでしょ、ほら。ここから水入れるとかですね。はい、で下こう水抜きの穴を開けます。はい、出るか出ないか。で、ね、そうですね。こう白いのが見えてくるからね。でこれをこう流れに。そう。でこれがもうなくなっちゃう。全部それぞれの樹形は。うん、防寒のこんな感じ。感じかな。こう開いたところにこっちこの後ろ枝がちょっと入ってくる。うん、面白いけど、あのこう立ち上がりの模様がいいからね。うん、でこれもうちょっとこうつけてくる、あの寄せる。こうギュッてこう締める。ここ隙間をね。このぐらいまで。うん、そうするとこうできちゃうのさ。よくなりそうですね。うん、冬で楽しみだこれ。うん、で秋まで10月だね。あと針金かけ ね、3ヶ月で出るかな。3ヶ月か、もうちょっと早くやっとけばよかったですね。心拍の取り木する時の時期とかあるんですか。時期は今の時期で。今の時期でいいんですか。あの6月、一番いいのは6月ぐらい。ああ、梅雨時みたいな。うん、4月やつはまだ出ないね。6月の秋に取れるとね、はいはいはい、最悪だったらあの1回冬越して翌年。なるほど、ありがとうございます。はい。